皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのトシです。中学1年生の夏期講習数学第10回10日目は一次式と数の乗法掛け算について説明します。では始めます。一次の単項式と数の積、この場合数字同士を掛け算して計算します。括弧1、5x×3、 数字は5と3なので、これ 5×3×x と考えます。5、3、15ですから 15x、 これが答えになります。括弧2番、 7×-a と、この -a というのは -1×a のことですから、これは7×-1×a、 こう考えます。 7×-1 は -7 ですから -7a、 これが答えになりますね。もう慣れちゃってる人はもう5315で 15x とね、こういうふうにもうここは省いちゃって構いませんね。次です。一次の多項式と数の積とね、これは分配法則を使って括弧を外します。括弧3番2×3x+4括弧閉じ、こういう場合はこのように 2×3x+2×4 とこういうふうに考えるんでしたね。分配法則、つまり 2×3x+2×4、 こうなります。これ2、3が 6x たす2、4が8、これが答えです。時々ちょっと変な間違いをする人がいますよね。これ6と8を出して 14x なんで書いちゃう人ね、たまにいるんですけどね、これはもうこれ以上計算できないので、ね、6x たす8が答えだよとやって覚えちゃってください。4番です。 6x-7 括弧閉じ ×8 ね、かける数が後ろにあっても同じです。分配法則は 6x×8-7×8 とこういう順番にありますよね。つまり 6x×8-7×8 とこうなります。6×48x-7×56 と 48x-56 というのが括弧4の答えです。次です。これね、結構間違える人がいるので、この復習でしっかりどう計算したらいいかを覚えちゃってください。分数の形の多項式と数の積、これ掛け算をするとき分子の式に括弧をつけて計算。分子の式というのはここの部分ですね、ここに括弧がつく、これを覚えてください。4/6x-5×8 というこの場合、これ、ね、小学校の時の分数の掛け算を覚え出してくださいね。分数と整数の掛け算、4分の、ここで括弧つけて 6x-5×8 と、こう考えます。ここで4と8を約分します。そうすると括弧 6x-5 括弧閉じ ×2 となりますね。これはこの計算と同じですから 6x×2 で 12x で、引く 5×2 で引く10と、これが答えです。これ間違ってね、12から10引いて 2x、 こんな風に書かないでくださいね。もうこれ以上は計算できないと。文字がついている部分と数字だけの部分、別のものだから計算できないんですね。次です。 12×3/x+2 と、この部分に括弧をつけます。
3分の12括弧 x 足す2とこうなりますね。で12と3約分します。12は4になりますね。そしたら4括弧 x 足す2、次にこれ分配法則でイコール 4×x で 4x 足す 4×2 で 8、 死人の8と 4x 足す 8、 これが答えになります。よろしいでしょうか。今回は一次式と数の乗法、この復習をしました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。皆さんはどうぞこの動画を参考に教科書や問題集で復習をしてみてください。ではまたお会いしましょう。さようなら。